リヒャルトワーグナー、ビルヘルム・リヒャルトワーグナー、1813年5月22日から1883年2月13日は、歌劇の作で知られる19世紀のドイツの作曲家、指揮者、ロマン派歌劇の頂点であり、また、学劇用の別名で知られる。ほとんどの自作歌劇で台本を単独執筆し、理論家、文筆家としても知られ、 音楽界だけでなく19世紀後半のヨーロッパに広く影響を及ぼした中心的文化人の一人でもある。日本語ではワーグナー、ワグナーと書かれることが圧倒的に多いが、専門者などではドイツ語発音のや英語発音の A、B に近いバーグナー、ワグナーとも表記される。日本語ではかつて語尾の ER を母音化させない古典的な舞台ドイツ語の 発音をもとにして、ワグネル、バーグネルとも表記された。フランス語では、同言語の発音通則から外れて、バグネルと読む。1813年、ザクセン王国ライプツヒに生まれる。父、カール・ワーグナー、カール・フリードリヒ・ワーグナー、1770-1813は、警察で初期を務める、下級管理であったが、フランス語に堪能であったため、 当時作戦に駐屯していたナポレオン率いるフランス軍との通訳としてたびたび借り出された。カールはリヒャルトの生後間もなく死に母、ヨハンナ、ヨハンナロジーヌ・ワーグナーはカールと信仰があったルートビヒガイヤー、ユダヤ、ジン、ジップセツもありと再婚した。ワーグナー一家は音楽好きで家庭内で演奏会などをよく開くなど用事から音楽に親しみ、 リヒャルトの兄弟の多くも音楽で身を立てている。特に一家とも信仰があった作曲家ウェイバーから強い影響を受ける。ウェイバーは若きワーグナーにとって憧れの人で生涯経緯を払い続けた数少ない人物だった。十五歳のコロベートーベンに感動し音楽家を志す。それと同時に劇作にも関心を持ち、後に独自の芸術を生み出す原動力となる。 10代から盛んにピアノ作品を作曲しており、初期ロマン派の誤法の積極的な摂取が幼いながらも認められる。1830年10月、ベートーベンの公共曲第9番をピアノ版に編曲しマインツのショット社に観光を依頼するも断られる。1831年の復活祭の折にライプツヒを訪れたベルンハルトショット、 に楽譜を手渡すと共に再度依頼するも、編曲版には、不備も多く出版には至らなかった。当初は、絶対音楽の作曲家になろうと、公共曲にも、関心を示したが、すぐに放棄した。1831年、18歳の時に、ライプヒ大学に入学。哲学や音楽を学んだが数年後に中退する。またこの頃、正トマス協会のカントル、 トーマス・カントルだったテオドール・バイン・リヒに作曲の指導を受けた。翌年1832年、公共曲第一番波長長を完成させた。時を同じくして最初の歌劇、婚礼を作曲した。1833年に、ビルツブルグ私立歌劇場の合唱指揮者となった。その後指揮者に飽き足らず、歌劇作曲家を目指したが目が出ず、貧困に苦しんだ。 1834年にマクデブルクのベートマン劇団の指揮者となった際、女優のミンナ・プラーナーと出会い、恋仲となる。1836年に恋愛金星を作曲したが、ベートマン劇団が解散。みんなが、ケイニヒスベルクの劇団と契約したため彼女について、ケイニヒスベルクへ向かい、同地で結婚した。彼女とは後に不和となった。1837年には、 ドレスデン、さらに、リガ、当時の帝政ロシア、現在のラトビアと、劇場式者をしながら、転々とした。1839年に、パリへ移ったが、相変わらず貧しかった。このパリ時代に、小説、ベートーベン参り、パリ各詩を書き、またの地に有名となる歌劇、最後の五民間ギエンツィ、さまよえる、オランダ人を書いた。しかし、パリで、ワーグナーが認められることはなく、 ワーグナーはフランスに悪印象を抱いた。一方で、リエンツィは1841年6月に故郷である、ザクセン王国、ドレスデンで完成したばかりのゼンパーオーパー、ドレスデン国立歌劇場での上演が決定し、1842年4月に、ワーグナーは、パリで認められなかった失意のうちに、リエンツィの初演に立ち会うために、ドレスデンへ戻った。 ドレスデンでの1842年10月20日のリエンチ初演は大成功に終わり、これによってワーグナーはようやく注目された。この成功によって、ザクセン王国の宮廷楽団だったドレスデン、国立歌劇場還元楽団の指揮者の職を打診され、翌年の1843年2月に任命された。1月に彷徨えるオランダ人が上演されたが、これは、 リエンツィと違ってそれほどの評判を得られなかった。1844年にはイギリスで1826年に隠ししたウェーバーの遺骨をドレスレンへ移送する式典の演出を担当した。ウェーバーを尊敬していたワーグナーは、早々更新曲とウェーバーを称える合唱曲を作詞作曲し、さらに追悼演説もいて多彩を発揮した。1845年には、 タンホイザーを作曲し上演したが、当初は不評だった。しかし上演し続けるうちに評価は上昇していき、ドレスデンに限らず各地で上演されるようになった。1846年、ワーグナーは毎年恒例であった復活祭の直前の日曜日に行われる特別演奏会の演目として、ベートーベンの第9の演奏を計画。当時、第は演奏されることも少なく、 忘れられた曲となっていたためもう反対の声が上がったが徹底したリハーサルや準備の会あってこの演奏は大成功に終わった。以後第9話名曲としての評価を確立する。1848年にローエングリンを作曲したがこの時は上演されなかった。1849年ドレスデンで起こったドイツ3月革命の革命運動に参加。 当地に来ていた、ロシアの革命家の枠人と交流する。しかし運動は失敗したため全国で指名手配され、フランツ・リストを頼り、スイスへ逃れ、チューリッヒで1858年までの9年間を亡命者として過ごすことになった。この亡命中にも数々の作品を生み出す。ローエングリンは、リストの手によって、ワイマールで1850年に上演され、 初演ではやや不評だったものの次第に評価を上げ、やがて、ワーグナーの代表作の一つとされるようになる。もっとも、亡命中のワーグナー自身は、ドイツ各地で上演される、ローエン・グリンを見ることができず、ドイツ人で、ローエン・グリンを聞いたことがないのは、自分だけだと嘆いたという。ワーグナーが、ローエン・グリンを聞くのは実に11年後、1861年の、ウィーンにおいてである。 この時期、独自の総合芸術論に関する論文数編を書き、学劇の理論を作り上げた。他にも、匿名で、音楽におけるユダヤ性を書いて、メンデルスゾーンやマヤベアラを、金銭ことごとくのユダヤ人だから、真の芸術創造はできないとして非難した。この反ユダヤ的思想は、ヒトラーがワグネリアンであったことと、相まって、後にナチスに利用された。したがって、 イスラエルにおいては、ワーグナーの楽曲がタブー視されており、法的な禁止事項ではないものの自主規制の対象であり、公に演奏されることは許されない。しかし、彼のユダヤ人嫌いは一貫したものではなく、晩年にユダヤ人の指揮者を起用するなど、信仰もあった。1851年には超大作、ニーベルングの指輪を書き始め、また、 トリスタンとイゾルデを1859年に完成させた。この時期には数人の女性と交際していた。特にチューリヒで援助を受けていた豪賞、オットー・ベーゼンドンクの妻・マティルデと恋に落ち、みんなとは別居した。この不倫の恋はトリスタンとイゾルデのきっかけとなり、また、マティルデの死をもとに歌曲集、ベーゼンドンクの五つの歌を作曲した。しかしこの不倫は実らず、 ューリヒにいられなくなったワーグナーは、以後一年余りベネツヤ、ルゼルン、パリと転々とした。1860年には、ザクセン以外のドイツ諸法への入国が許可された。1862年には、ニュルンベルクのマイスタージンガーの作曲に取り掛かった。この年、御社によって、ザクセン入国も可能になり、ワーグナーは、法的には亡命者で亡くなった。そのため別居して、 ドレスデンに住んでいた妻みんなと再会できたが、この再会員を二人が会うことはなかった。またこの頃、ウィーン音楽院の教団にも立っている。追放令が取り消された後の1864年、ワーグナーに浸水していたバイエルン国をルートビヒ二世から突然招待を受ける。しかし、それを非難した宮廷勢力や噂となっていたリストの娘で指揮者。 ハンスフォンビューローの妻だった小島、小島、1837年から1930年との中を王も心よく思わなかったことから翌年スイスへ退避し、ルツェルン郊外トリープシェンの邸宅に住んだ。小島は少女時代からワーグナーの才能に感銘を受けていたが、ワーグナーの支持者であったビューローと結婚し、二人の子を儲けていた。ところがこの頃、 ワーグナーと深い仲となり、ついに、ワーグナーの娘、イゾルデを生む、二人とも離婚していない。ワーグナーの制裁んなが、病死、1866年した後、小島は、ビューローと離婚してワーグナーと再婚した、1870年。そしてビューローは、ワーグナーと決別し、当時ワーグナー派と敵対していたブラームス派に加わった。1867年には、 ニュルンベルクのマイスタージンガーが完成し、1868年6月21日には、ビューローの指揮によって、ミュンヘン宮廷歌劇場で初演された。ジークフリート・ボッカは、小島と子供たちのために密かに作曲し、1870年の小島の誕生日に演奏したものであるが、現在でも歌劇以外の作品としては、特に有名。1872年、 バイロイトへ移住し、ルートビヒニセヒの援助を受けて、長く夢見ていた、自身の作品のためのバイロイト祝祭劇場の建築を始める。1874年に、ニーベルングの指輪が完成。劇場は1876年に完成し、指輪が華々しく上演された。が、自身が演出したこの初演にはワーグナーはひどく、失望し、再度の上演を強く望んだが、 主に多額の負債のため、生前には果たせなかった。1882年、舞台新生祝典劇、パルジファルを完成。最後の作品となった本作は、バイロイト祝祭劇場の特殊な音響への配慮が、顕著で、作品の性格と合わせて、ワーグナーは、バイロイト以外での上演を禁じている。詳しくは、パルジファル。この頃、劇場と彼の楽劇は、 ヨーロッパの知識人の間で一番の関心の的になる。彼の原稿はいろいろな形でルフされ、反ユダヤ主義者としても有名になったが、その一方でユダヤ人指揮者、ヘルマン・レビ、ヘルマン・レビーにパルジファルの指揮を任せたりしている。1883年2月13日、ベネツヤにて旅行中、隠し、ワーグナーが死んだ後、 小島はベッドに横たえられた遺体を抱きかかえて座り、一日中、身動き一つとしなかったという。遺体は、バイロイトの自宅である、バーンフリート層の裏庭に埋葬された。作品でも私生活でも女性による救済を求め続けた、ワーグナーらしく、最後に書いていた論文は、 人間における女性的なるものについてであり、その執筆中に以前から患っていた心臓発作が起きての死だった。ワーグナーの死はヨーロッパ中に衝撃を与えた。ルートビヒ二世はワーグナーの死を知って恐ろしいことだと打ち震えた。不法を接した際に合唱の練習をしていたブラームスはワーグナーに弔意を表して練習を打ち切ったという。またベルディはこう書いている。 リハルト・アーグナーの死後、祝祭劇場は妻小島が運営。1907年の小島引退後は、息子のジークフリート、ジークフリード、1869年から1930年が、翌1908年に音楽祭の終身芸術監督に就任して運営を受け継いだ。ジークフリートは指揮者、作曲家としても活動しており、音楽祭でも指揮、舞台演出を手掛けた。 ワグネリアンだったヒトラーは晩年の小島に面会している。1930年に小島とジークフリートが相次いで死去すると、ジークフリート夫人のビニフレート、イギリス出身、1897年から1980年、ガートを継いだが、ナチズムとは一定の距離を置いていたボ婦とは、対照的に彼女はヒトラーに、孔子ともに接近、一時は結婚の噂もあった、祝祭劇場は、 ナチス政権の国家的庇護を受けた。なお長女フリーデリンと、フリードラ・インド、1918年から1991年は、母のナチスへの協力を嫌って出奔し、アメリカへ亡命した。第二次世界大戦の敗戦後、ビニフレートは、ナチスとの協力の責任を問われて、祝祭劇場への関与を禁止された。劇場は一時アメリカ軍に接収されたが、長男ビーランと、 1917年から1966年に変換された。1951年、フルト・ベングラー式の第9でバイロイト音楽祭も再開された。再開後の音楽祭は主に舞台演出を担当するビーラントと運営面を受け持つ弟のボルフガング、ボルフガング、1919年から2010年との共同体制により会を重ねた。ビーラントは 戦後のバイロイトでの上演の多くを演出、舞台装置を極端に簡略化し、再開当時の音楽祭が深刻な資金不足だったことも一因であったが、照明の活用とわずかな動きに密度の濃い意味を持たせた。その演出技法は、巨匠カール・ベームの新速物主義的な演奏とともに、新バイロイト様式として高い評価を受けるとともに、ナチス時代との決別を明確にした。 なお、彼の演出には、テオドール・アドルのエルンスト・ブロフホトーナチストは、対極的な多くの知識人の支持支援があった。ビーラントの救世後はボルフガングが総監督につき、以後40年以上の長期にわたって、バイロイト・ウニエを主導した。彼は、ビーラント時代から運営とともに演出を手掛けており、兄の死後も少なからぬ作品の演出を行ったが、ゲッツ・フリード・ドリヒ、パトリス・シェロー、 ハリー・クプファー等を筆頭に演出家を外部から積極的に招聘するようになり今日に至っている。ボォルフガングは演出家招聘により20世紀バイロイト上演誌に刻まれる数々の舞台の仕掛け人となるなど運営面で顕著な実績を挙げた。しかし、兄の子孫を完全にバイロイト・ウニエーから追い出したり優れたワーグナー指揮者、歌手、演出家が彼の方針と 相入れず音楽祭から身を引いた例も多く、私物化、商業主義など、長期の独裁的な組織運営に伴いがちな、諸問題により多くの批判を受けたのも事実である。高齢となったボルフガングが2008年に引退後、現在は、娘のエファ、ボルフガングとセンサイエレンとの間の娘とカタリーナ、ボルフガングとゴサ歳グドルンとの間の娘が、共同で総監督を務めて、 音楽祭を主催。リハルト・ワーグナーの時代から現在に至るまで、バイロイト音楽祭の頂点には、ワーグナー一族が君臨し続けている。代々恒例でこうなす家系であり、早尊のカタリーナは祖祖父と165年も離れた1978年、生まれである。ワーグナーは特に中期以降の作品において、ライトモティーフ、ライトモティーフと呼ばれる機能的メロディの手法や、 無限旋律と呼ばれる構成上の手法を巧みに使用し、それまでの序曲、アリア、重唱、合唱、感想曲がそれぞれ断片として演奏されていた歌劇の様式を途切れのない一つの音楽作品へ発展させた。ちなみに、ワーグナー自身は、ライトモティーフという言葉は使用しておらず、案内人などと称した。一方、音楽ばかりでなく、 劇作、歌詞、大道具、歌劇場建築にも携わり、それぞれのセクションが独立して関わってきた歌劇を、一つの総合芸術にまとめ上げた。これらの作品は、学劇とも呼ばれ、バイロイト劇場という専用舞台の建築運営へ、つながった。ワーグナーは指揮者としても巧妙で、指揮について、などの著作もあり、指揮に対する独自の理論を打ち立て、多くの指揮者を育成した。 同じく独自の音楽理論を打ち立て、多くの弟子を養成したブラームスとは激しく対立し、近代以降の式理論の二大源流になった。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。